あの町この町小野の,の小町。街づくりラジオ。はい、えー、時刻は午後七時になりました。ええー、づくりラジオのお時間でございます。はい、パーソナリティは私、荒え、垣と申します。はい。 はい、まちづくりラジオでございます。はい、あの私あの音楽ではビーズが大好きなので、はい、あのビーズの太陽のコマチェンジェルが BGM に流れておりますよ。ね、皆さんビーズね、皆さんはどんな音楽が好きかなということでね、はい、えー、この番組はまちづ,づくりラジオという番組でございまして、あの、えー、市町村の 各市町村の様々な話題をお届けする番組ですよはいえー、っとですね今日は衆議院選挙、ね、ですねということでねあの私もあの、えー、投票は行ってきたんですけどもあの、えー、私あの,の選挙区の、えー、市のメールマンが登録してるんですけどもあのとある市役所の、えー、今日びっくりしたのが今日朝9時から朝9時から1時間ごとに衆議院選挙の、えー、現在の投票を 現在の投票率が1時間ごとにあの役場から役所からですかね役所から1時間ごとにあの投票率があの1時間ごとにメールが来てたのでおお役所頑張ってんなって <laughs> 1時間ごとにメールを送るってそこまで細かくは僕もそこまで細かくは見ないんですけどもでも全部見たら1時間ごとに1000人増えてるなとか1時間ごとに2000人増えてるなとかほうほうほうってね やっぱねみんな朝一は弱いなとかね先ほど見たら午後からどんどん伸びてきたんですけどもねというわけでまあこんな感じでまあ今日は衆議院選挙の話題ではないんですけども今日の町の話題はですね、えー、今日の町の話題のテーマは沖縄県内沖縄県内主要事業という、えー、テーマで今日はご紹介しますね。ああのの沖縄県があの えっと県庁のホームページで公開しているあの沖縄県内の主要事業というのがありましてこの主要事業が県内が認定しているのが25個ありまして25個,、ね、25個あるので、ね、25個もあったら、ね、沖縄県はやる仕事をいっぱいやることあるけどその中で25の主要事業ってことは相当お金もかかっていたり相当何か期待されている事業だと思いますのでその 主要事業に認定されている25の事業を紹介していきますね。というわけで、ねえー、皆様沖縄県内の主要事業で何かあのお聞きしたいことやツッコみたいことなどが、ね、ありましたら是非この番組宛てに、えー、とメールなどをよろしくお願いしますね。というわけでこの番組宛てのメールアドレスは、えー、7 6 1 f m c o s a j p

お蕎麦屋さん好きなんですけどもその中でも特に総理大臣が好きなお蕎麦屋さんお蕎麦で総理大臣が特に好きなメニューはもちろんねっかりそばとかけそばが総理大臣は好きなんですね盛りそばとかけそばがというね皆さんね盛りそばとかけそばが特に好きなので総理大臣は 総理大臣はこの盛りそばとかけそ,かけそばをとってもひいきにしているので2つ合わせて1000円だったんですけども、ね、2つ合わせて盛りそばとかけそば2つ合わせて1000円のお会計だったのになぜか総理大臣はお会計の時一1億円を払いました、ね、1000円の支払いをお会計の時一1億円を払って、ねまあ、ちなみにこの,、ね、この1億円は総理大臣のポケットマネーではなく、まあ、税金から支払われたということでね なんですけどもその後にね後日このお蕎麦屋さんがねちょっととあるきっかけで問題になった後と総理大臣はその後自分から1億円を払っておきながら「あのお蕎麦屋さんは詐欺だ!」と言ったとさ。 はい、えー、というわけで CM 明けは僕が、えー、変,変なことを毎回言うコーナーでしたので「はいえー、っと1分トーキング、えー」総理大臣の好きなお蕎麦ということでねやったんですけどもね。ねというわけで、えー、っと変なコーナーは終わりまして今日は街の話題ですね、えー、っと沖縄県内、ね、主要事業というテーマで行くんですけども。えーっと えとラジオネームルドルフさんからあのコメント入ってありますね。ラジオネームルドルフさんから「はいさいこんばんはあらかっきーさん今日もよろしくです」というコメントに合わせてルドルフさんから「あーちゃんウグイスじの噂があったんですね」とありますが、はい、ルドルフさんから「あーちゃんとはあの毎週水曜日夜8時からのあのあーちゃんがねあーちゃんのキラキララジオのあーちゃんがウグイスじをやってた噂わはあったんですか僕はまだその噂はまだ聞いてないので、ね、何だろう過去の放送で。 先週のの放送でで長の噂をしてたんですか、ね、ぜひ聞いてみたいと思いますね。というわけで、えー、今日の街の話題はですね、えーっとえー「沖縄県内主要授業」というあのタイトルでございまして今日の話題は、はいね、沖縄県があの県のホームページなどで、ね、主要授業として掲げている25の授業がありましてね,ね25沖縄県が 現在あ正確に言いますと沖縄県内主要事業というタイトルなので正確に言うと沖縄県の、えー、県庁だけがやってるんじゃなくて他の市町村と一緒に、えー、っと例えば那覇市が那覇市の農林市場とかは那覇市があの主体となっているのでね、他の市町村が主体となっているのもあるので沖縄県主要事業ではなく沖縄県内主要事業というタイトルで沖縄県がまとめてるんですね。 そののままとめたのを紹介します、ね、25ありますのでこの放送時間のように25言えるかな1つ1分以内で言ったらギリギリいけると思うんですけどギリギリいけるかな25、えー、とまずですね25、えー、例えば一番僕が興味あるのが25の中で一番興味あるのがえっ、ー、とですね一番興味あるのが沖縄工芸産業振興,振興拠点施設整備事業という事業が一番興味がありましてはいねえ皆さんもおそらく 初めて聞いたかもしれない人もいると思うので、はい、沖縄工芸産業振興拠点施設整備事業というのがあるんですけども簡単に言ったらえと、ね、あの沖縄産業支援センターとかはあの経営者とかが相談しに行ったりとかなんですけども、ね、この沖縄工芸産業振興施設はもう簡単に言ったら工芸毎日が工芸フェアみたいなそういった施設を作るということで、ね、工芸フェア。 ね、いろんな沖縄の工芸品ありますよねあの琉球ガラスだったりやちむんだったり、ね、あの織物だったりそういった沖縄の工芸をすべて一か所のとあるこの県の施設に集めてかつこの作り手もここで研究してほ、ね、本当のプロの職人もここに集まってかつこのプロの職人に習いに来る研究生の方たちもこっちに集まるので。 人材育成にもつながりかつ一般の人も楽しめるように一般の人が毎日ここに遊びに来てもう毎日が工芸フェアみたいな、ね、展示即売会もやってるみたいなこれはとてもすごい事業だと思いますので、えー、ちなみにこの施設は豊見城市に建設予定で豊見城市に建設予定で現在、ねえー、っと着手に向けて受け入れてるんでトミグスクので豊見城の元の豊見城城市公園。 にえー作る予定でございますよということでこんな感じで沖縄県内には主要事業がありますのでねえじゃあえ次2番目2番目の主要事業はえと那覇港の整備那覇港の整備まあ那覇港はあのえっと那覇市の若さとかのあの辺りですね那覇港あの現在外国人観光客がたくさんいますのであのねなので那覇 市には外国人観光客があの中国台湾とかからあの船でやってきますので那覇の港にあのね僕よく那覇,を那覇のお店によく行くのでたくさん外国人もいるのでねはいでもうこの那覇港の整備もこの収容事業の一つに選ばれているということでねこの25のうちの2つでございましたよえ次3つ目がえっと3つ目4つ目5つ目が全部中城湾関係なんですけどもえっと3つ目が えと中城湾新構築開発事業、はい、3つ目が中城湾新構築開発事業ですねこれは、えー、と中城湾はあの与那原から、えー、とこの漆ぐらいまであ,のあるのでとても、えー、と広いんですけどもこれの北側ですね中城湾新構築開発事業というのは漆、えー、に近い側の中城湾あ,のあれですねあの、えーとウルマシ のあのドン・キホーテがあるあの向かい側ぐらいドン・キホーテがあるうるま市のドン・キホーテがある山田電機とかがあるあっちの辺の海沿いはたくさんあの、えー、と埋め立てでたくさんの,あの IT 企業とかあるあの辺あの辺を特にどんどん力入れてどんどんまだ開発して、ね、たくさんまだあの辺り開発、えー、建物とかどんどん立つ寄ってったのであそこも収容所に入っているということで,で次4つ目四つ目のえっ、ー、と えー、主要事業は4つ目は、えー、同じく中城湾中城湾港合わせ地区開発事業、はい、先ほどはうるま市側の、えー、と中城湾でしたけども4番目は合わせ地区の中城湾、はい、合わせ地区の中城湾というとあの県総合に近いあの,あの辺りですね県総合に近い近い海側、えー、と来週ぐらいかなあの東武海浜祭りもありますね。 あの11月に東武祭りもあると思うんですけどもあの剣宗に近いの東武祭りとかで花火とかが上がるあの辺りあの辺りがあのたりも県の主要事業の一つにね認定されておりますよ。で5つ目五つ目が今度は5つ目が中城湾港マリンプロジェクト中城湾港マリンプロジェクトということで5つ目はこれはあの今度はもう少し南側の与那原町西原町のあのキラキラビーチとかがある。 あのあたりですね夜のバルニシアラのキラキラビーチとかがあるあのあたりも主要事業に選ばれておりましてえっ、ー、とあそこはマリンプロジェクトですのでどんどんあの海関係のちょっとビーチリゾートってきうも開発してるということであっちでえっ、ー、とこれは夜のバルニシアラに大型埋設施設ができる予定ですのでねえっ、ー、とマリンプロジェクトと合わせておそらくもうあのあたりがキラキラビーチあたりがもう宜野湾の海浜公園みたいな。 感じのイメージでどんどん仕上がっても、ギノワンもの海浜公園もマリンメニューと変わりますのでね。で六つ目が六つ目が今お話しした大型マイス施設。六つ目が大型マイス施設でございますよ。あのこの夜なばら夜なにできる大型マイス施設もはい主要事業でございますよもちろん。で七、えー、つ目七つ目が、えー、那覇空港滑走路増設事業。はい七つ目は。 那覇空港滑走路増設事業、はいね、観光客の対応として、ね、那覇空港の滑走路を増やそうというお話もありますのでね。で、次、えー、っと8つ目、8つ目は、那覇空港自動車道の整備、はいえーっと。那覇空港自動車道、これは高速ですね、高速。那覇空港周辺の高速道路もまだあの、えー、っと開発してますので、あの豊先の方はまだとても混んでますので、あの豊先の ね、豊崎と空港の,あの分岐点のあたりまた混んでますのであの辺もまたどんどん道を拡張して整備していくことでこれが8つ目でございますよ。はい25全部いるかな次は9つ9つ目は航空機整備基地整備事業はいつ目あ9つ目は航空機整備基地整備事業はいこのこれは航空機ですのであの、えー、っと一般の方は立ち寄れないんですけどもえー、っとねあの ANA や JAL だったりあの自衛隊とかがあの一緒にあの、ね、航空機の保管場所とかいろいろ物量のためにこの穴とか JAL とか自衛隊のちょっと専門の方がちょっと、えー、と航空機を整備する場所づくりでございますね9つ目は。で、えー、次10個目10個目は、えー、と沖縄西海岸道路。はい 沖縄西海岸道路ですねこれは相当期待してる人相当多いと思うんですけど沖縄西海岸道路これはあの浦添市の入島浦添市の入島あの国立劇場があるところですね国立劇場があるあの入島の辺りから宜野湾市のコンベンションセンターあたりまでつながるあの道がもうやがてあと1年ちょっとだったかなあと1年以内ぐらいにもう開通するということで、ね、とても 期待している人多いと思うんですけども国立劇場の方からコンベンションセンターぐらいまで海がつながるこれ国道58号線の渋滞緩和にもなりますので相当期待している人多いと思うんですけども、えー、次,11 11次11個目ですね個目は南部東道路11個目は南部東道路,11個目は南,部東道路南部東道路っていうのは、えー、と南部のハイバル町あの現在、えー、ハイバル町の高速道路はあのハイバルジャスコから もう少し南に行ったハエバル南インターまでがえとねあの有名だと思うんですけどもハエバルジャスコあ辺り南部の高速道路といったあの辺りからさらにさらに南城市まで南城市までね南部のにえと東側に行けるあの南城市まで高速道路を作っているということで高速道路ね,南城ね中北部の方は南城市行く時迷う方がたくさんいると思いますのでね 南城市といったあの行かない橋とかセーファーウタキとか有名な観光地たくさんありますけどもね高速道路ができることで南城市へのアクセスがとても便利になるということであの南城市の市長もこの南部東道路は南城市の発展を左右すると言っても過言ではないと南城市の市長もねこれは南城市の発展を左右すると言っても過言ではないと言ってるのでね。 えこれは2022年に完成予定ということであと5年後ですねあと5年後に南城市の高速道路がハイバルから南城市まで伸びる高速道路があと5年で完成するということでね次12、12個目12個目は個目の授業は、えー、マージ・雲モ線、えー、街路整備事業、はいえー、マージ・雲モジ線、えー、街路整備事業これはあの那覇の式なトンネルのところですね。あの那覇の、えー 式内のところ県立図書館から那覇の県立図書館からあの那覇の南部医療,南部医療子,ども子ども医療センターでしたっけ子ども医療センターまでつながるあの道式なトンネルがあるところあそこもまだまだ開発中ということで、ね、式なトンネルあの辺りですね。で次、えー、っと13番目、えー、13番目は、えー、っと沖縄都市モノレール延長整備事業。 13番目は沖縄都市モノレール。これは裏、えー、とモノレールは那覇から浦添まで伸びる予定ですよね。の那覇から浦添まで伸びるモノレールを整備事業が、ね、13番目。で次14番目ね。次十四番目は、えー、とモノレール旭橋駅周辺地区再開発事業。はいね、これはとある地点。あの旭橋駅那覇の旭橋駅 の開発事業あの県立図書館が建ったりバスターミナルが建ったりねあの辺りですねあれを開発で次15番目十五番目は、えー、と沖縄県立図書館地の拠点地は地の,、えー、の地ですね知知能の地地の拠点沖縄県立図書館地の拠点の、えー、誘致の事業ですねあの県立図書館が現在の那覇市の余儀からあの旭橋の 駅の方に移転するとということでねちなみにあの僕はこの県立都市館の整備事業に僕は関わっておりますのでね、新しい県立都市館何か期待することあれば僕に一歩遅れたら、県立都市館例えば駐車場作るかどうかでも揉めてますので、現在のところ作らない予定ですので、現在のところは、現在のところは県立都市館今は余儀に何十代か50代ぐらい止められると思うんですけども、新しい都市館は、県立都市館は駐車場を一切作らない。ななぜかとというとあの,モノ那覇なのでモノレ 駐車場を優待してしまったらモノレールで来る人とか遠方から、ね、バスとかで来る人の優待もバス地も払わないといけないという、ね、不平等とかあるから現在のところ一切作らないという現在の予定でございますよということで次は16番目16番目は能連市場地区再開発事業16番目は能連市場地区再開発事業これはあの那覇の能連市場ですね最近、能連市場あの新しいビルができましたね能連市場新しいビル。 これはもう新しいビル最近できたばかりなので、えー、と正式な正式なオープンはあの11月になってからなんですけどももう建物ができましたね、那覇の農連市場の農連、えー、市場は、ね、あのアーケードとか老朽,老朽化とかありましたので新しいビルとても立派なビルが建っているので名護市にも市場があるんですけど名護市の市場みたいに雨に濡れずにあのもうビルの中でもうテナントビルの中で農連市場がありますのでとても。 ね、買いい物しやすす、ね、あれになってますよで次17番目,、ね 17, 番目えー、17, 17番目は首里城公園の整備17番目は首里城公園の整備首里城公園もまだあのね、えー、あの,路のええええと拡張だったりあと文化財の発掘、はい、首里城公園もまだまだ文化財が発掘される可能性があるということで首里城公園の整備が17番目で18番目が18番目が 沖縄県流域下水道における再生可能エネルギー発電事業が十八番目でございます。はい、ね再生可能エネルギーが十八番目。えっ、ー、とこれは民間と連携してえっ、ー、とですね、えっ、ー、とこれ下水道がです、ね、各市町村で出てくるえっ、ー、と下水道の下水道の処理で何かバイオガスという何かあの物質があの再生可能エネルギーということで下水道の時に流れるなんか エネルギーがなんかリサイクルできるということでね。これは沖縄県の下水道関係と浄水場と沖縄電力さんとかそういったところが民間と連携してね。下水道から出るあのエネルギーも再開発。これはとてもすごい取り組みだと思いますよね。で次19番目19、19番目はの事業は沖縄空手会館の建設、沖縄空手会館これは豊見城市ですね。 沖縄空手会館館これはもう開館してますね、えー、沖縄空手会館もう沖縄の空手の発祥やら文化に触れようみたいな沖縄の空手を相当学べるねあのエグザイルの高広さんがこの沖縄県の空手会館に何かあの手,形を手形をボンとやりに来て、ね、エグザイルの高広さんが来たということで、ね、あの話題になってますしけど沖縄空手会館ね皆さんエグザイル皆さん好きな方はたくさんいらっしゃると思いますので、ね、沖縄空手会館遊びに行ったらもし,もしかしたら今はもうエグザイルの高広さんの何かサインやら ね、手形ととかかままだ残ってると思いる思すよもしかしたらね,ね次20番目20番目はえー、っと20番目が先ほどお話しした、えー、一番最初お話しした沖縄工芸産業振興拠点施設という施設があの沖縄工芸毎日がもう工芸祭りみたいな毎日が工芸フェアみたいな建物がトミクスクッシーにできますので、ね、これあと何年後かはちょっとまだ白紙ない、ね、あと何年後かにできる予定ですので毎日が工芸品 フェアもう楽しそうじゃないですか、ね。本当のプロの人も毎日来て、研究生も毎日来て、ね、楽しそうですね。おー、ぎりぎり、ぎりぎり間に合うかな、次、21番目、21番目、次、21番目は、えーっと、21番目の県の主要事業は、安心子ども基金事業、安心子ども基金事業、はい、というあの子どもに関する事業で、これはあの待機児童問題とかの解消のために、あの保育士さんの確保だったり、 保育士さんの確保だったり保育園の増設だったりそれにもお金をかけて保育士さんとか保育園の、ねえー、っと整備ということで、ね、21番目安心こども基金事業で、えー、22, 番目は22番目は子どもの貧困対策推進基金事業子どもの貧困対策推進基金事業、はいこ,れですね、これはもうみんな言わなくても各新聞でよく報道されてますので子どもの貧困問題ですねこれにも県は相当なお金かけて,かけてるっていうのは、ね、ニュースでもよくやってますので皆さんご存知ですよね。 で次23番目、23番目新県立八重山病院整備事業。はいということであの沖縄本島ではなくてあの八重山,石垣,の八重山の石垣島の、えー、と八重山病院が新しくなったのでね老朽化がこれも完成してますね、あの八重山病院は完成してるんですけども、まだおそらくまだちょっと調整まだね調整するところもありますのでね、ね病院がね。 老朽化のために建て直しするのはいいことだと思いますのでね。ね。というわけで、次、ええ、二十四番目。二十四番目の事業は。特定中流軍用地内土地取得事業。はい。もう一度言いません。特定中流軍用地内土地取得事業。という、これはあの軍基地なんですけども、これは。えー、これの、えっと、事業の、場所は宜野湾市。あの宜野湾市の。あの普天間基地とか。 あのあたりですね普天間基地だったりあの普天間基地の,の FM 議論案の、えー、向かいの,あの基地も結構返還されてますよねあの辺ありとか普天間基地以外にもあのズケランとかズケランは北中か,かなので、まあえー、議論案市長と、まあ、国とか県とかが頑張って議論案市長とかがあの早めの下これは早めの返還土地ですねちょくちょく返還されてますよねあいた普天間辺りの議論案あたりのちょくちょく変換を早くして 早く変換したら、ね、新しく何作ろうかというのも市長も、ね、早く動くことができますのでこれも収容事業に入っていますね早く変換することで,、ねえー、っとで次25番目25番目じゃない25かちょっとねあすいません途中からちょっと番号がずれてるんですけども途中から番号がずれてるあと2つあと2つですねあと2つあと2つは離島地区情報通信基盤整備推進事業これは離島の インターネットなどですね離島の情報のインフラ離島の情報のインフラハテルルマ島や与那国島などの情報の整備インターネットなどですねで最後最後25番目は最後、ね、最後十五番目はクラウド通信インフラの整備最後はにクラウド通信インフラの整備、ね、クラウド通信インフラの整備っていうのはねあのクラウド通信の,あの整備例えば今みんな w i f i とかはいろんなところで w i f i とか無料な話が起きなしあると思うんですけどもこれをさらにクラウドも クラウドクラウいっ,ったらデータとかですね、データとかも沖縄県が整備することで、ね、クラウド、Google サービスのクラウドを保存とかありますよね、あれも沖縄県がクラウドを整備して、無料なり、もう安価だったり、クラウドも、ね、整備する事業が始まってますのでね。ということで、残り5秒、ギリギリ間に合いました。